イソップ童話、若き盗っ人とその母。ある若者が盗みをしたため捕まって、とうとう死刑にするとの言い渡しを受けました。若者は首を落とされる前に一目お母さんに会って話をしたいと言いましたので、役人もかわいそうに思ってその望みをかなえてやりました。お母さんが刑場に来ると若者は言いました。内緒の小棘からもっとそばへ寄ってください。それでお母さんは耳を寄せますと、若者はいきなりその耳を噛み切ってしまいました。そばでこれを見ていた人はびっくりして、なぜそんなひどいことをしたのかと尋ねました。彼は言いました。私がまだ子供の時にちょっとしたものを盗んで母のところへ持って帰ると、母は私を叱るどころかかえって嬉しそうに笑って、見つかりはしなかったかねと言ったのです。私が今日こんな目に遭うのもみんな母のためです。これを聞いた妻子は若者のお母さんに向かって言いました。若者の言うことはもっともである。女よ、主はこう仰せたもうた。正しき道を歩むように子供を訓練せよ。さすれば老後に及ぶともその道を外れることなし。